ハッシーです。おはようございます。今日はですね、昨日の、一人の、女性のことを話そうと思います。この方は、宇宙語が話せる、ちょっと変わった素晴らしい女性です。そして、ご主人がいて、子供が、お子さんがいる。で、なおかつ、宇宙語が話せるぐらいですので、やっぱりこう、スピリチュアル能力が、やっぱ少し、皆さんと違って、こう、能力が高い。そういう方がいます。で、僕のお話し会を、もう、5回も6回も来てくださって、そして、来てくださるたびに、必ず前に出てこの宇宙語を皆さんにご紹介してます。そういう素晴らしい女性です。で、昨日ちょっとしたエピソードが、出来事ですね、があって、それをずっと僕は見てました、彼女のね。で、僕は、その彼女に向かってね、もう昔からです。初めてお会いした時から、すごい能力があるにもかかわらず、とにかくネガティブです。ネガティブ。だから、あなたはすごい能力があるし、人の前にこう出てね、ご指導ができる、そういう、器の持ち主ですと。だから、本当に御霊を磨いてください。ご法度の心を起こさないでください。そして波動を徹底的に上げてください。というお話を毎回してます。そして、昨日も、金星人ミルトンさんっていう話を、全体で紹介しました。実は宇宙人は、全員漏れなく、先進御霊磨きをしているんですよ、ね。テレパシーを使うのが普通なので、お互いが自分の心の内を全部見られてる、さらけ出さないと、生活ができない。逆を言うと、先進御霊を磨くことがもうごくごく当たり前なんですよということを、お話し会でも言いました。で、そういうことをお話をしたにもかかわらず、また、ちょっと他の方の、ご家庭の素晴らしい5次元、のお話をした時にね、もうずっとと、自分の家庭のネガティブね、息子がああだこうだ言うことを聞かないだね、私が思ってる通りに動かないんだね、そんなことをまた言い始め、そしてそれだけで終わらずに、結局その後も個別にずっと質問攻めをしていたということを僕は確認してしまったんです。で、僕の時もそれをやった。で、常にもう前向きにね、前進しようね、御霊を磨こうね、こういったことをずっと言い続けてきたにもかかわらず、また昨日同じことをやった。で、これが、4回、5回、6回っていうもの、要するに、もう毎回だったから、もういい加減、こう僕、これはもうダメだと。やっぱり、叱るんではないね。気づいていただく。今の自分の、振る舞い、口癖、そして行い、あり方、こういったことを、しっかりと気づいてもらうために、ちょっとアドバイスを昨日したですね。で、改めてね、
ああ、人間って、こんだけね、頭では前進しなきゃいけないよ、ハードを上げなきゃいけないよって、こう言ってて、そしてそれを毎回同じことを聞いてるのに、結局自分の身の回りに起きていることの、ことで振り回される。いや、もう改めてね、この根の深さ、これを、昨日は実感しました。これはほとんどの人も、ネガティブに洗脳された人のほとんどの人がみんな同じことをやってるんですが、僕はこの、スピリチュアルね、この霊能者、昔から言ってるんですけど、一般の人にはね、難しいことはね、言ったり、厳しいことを伝えることはしないんですが、こと霊能者とか、人の前に立って、こう、チャネリングをするだとか、個人セッションをするとか、そういうような立場になろうという人に対しては、僕はとても厳しいです。厳しい。特に、その時の、あり方、そういうのちゃんと僕は見て、で、僕にとって違和感がある人は、もうお付き合いをやめたり、言うことはしっかり言う。こういうことを、してます。で、昨日はその一環だったということを、ちょっと皆さんにお伝えをしておきたいなと思います。それから二つ目。昨年の、夏、8月か9月に、私のお話し会に来た時に、宇宙語を聞いていて、突然、この、う、あの、チャクラ、この、頭頂チャクラがパッカーンって開いちゃった、素晴らしい、ご婦人がいたんです。もう、とにかく明るくて、僕のお話し会に必ず、兵庫県でやるときには来てくださる素晴らしい女性なんですが、なんとですね、この人、もうどんどん霊性が上がっちゃって、霊性が上がったがゆえに、人の念を受けるようになっちゃった。だから、生き霊なのか、もしくは浮遊霊なのかわかんないけど、そういうのを、要はもう感度が高すぎるんで、拾いやすくなり、こう、受けやすい。霊的現象を受けやすいということが起き、それがこう、ハートチャクラが相当開いたみたいなんで、ここ。だからね、ここにね、ボーンって入ってくる。だから、いい意味でもすごいよくわかるんだけど、悪いものでもボコーンって入ってくる。これが昨日、改めてまた分かりました。で、その対処の仕方についても、いろいろと、個人的にもお話をしたし、そして、僕以外にも、こういったことをコーチングできる、まさよさんという素晴らしい女性がいるので、その彼女からいろんなアドバイスを昨日は受けてたんですけど、霊性が上がって、チャクラが開くっていうことは、ある意味ね、楽しみでもあり、ちょっとした、霊的なお試しを受ける。これが、よくわかりました。ということで、ちょっと、今朝、とて、すごく、こう、感じたこと、強く思ったこと、ちょっとこう、インスピレーション的に感じていることを、お話しさせていただきました。ハッシーです。イェイ!